FM 横浜サンセットブリーズウィークリークローズアップ。今日は声優、女優、シンガーとして大活躍、今週水曜日に25周年記念アルバムシングルコレクションプラスあちこちをリリースされた坂本真綾さんをお迎えしました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。本当にようこそいらっしゃいました、はい、私自身もこの番組お邪魔するの7ヶ月ぶりなんですけど、はい、ちょっとしばらくゲストさんがスタジオにいらっしゃらなかったと伺って。そうですね、3ヶ月ぶりとかそのぐらいになると思います。なんか光栄です、その本当ようこそ。ありがとうございました。この番組としても2019年の最後にお迎えしたお客様が、はい、真綾さんで、はい、でその、直後大晦日のねカウントダウンライブにも参加させていただいて、はい、すごくもう貴重な年越し経験をさせてもらいました。本当に来てくださってありがとうございました。いやいや、もうそのステージの真綾さんってやっぱり実はとっても堂々としていてもう貫禄もあるんだけれども、もう可愛くてらっしゃって、なんかご本人を前に言ってるんですけど、そのお衣装でもそれから MC でもね、はい、楽しませてもらいました。本当になんかいい年越しができたなと私は思っているんですけども、遠い昔のことのようにも思いますね。なんだかこの6ヶ月7ヶ月っていうのがなんか本当、あったのかなかったのか、なんかちょっと不思議な感覚ですね。あれだけ大勢の人と一緒に大声出してわーいってやったのがあれが最後だったような感じがあるので、またそういう日が訪れることを本当に、ね、切に願いますね。最近のそのおうち時間っていうのは真綾さんはどんな風にお過ごしでしたか？もう今だからこそできることをしなきゃっていう思いで、溜まっていた本を読みましたし、うんうん、あとはベランダで野菜を育てたりとか、それなりに。それはもう収穫も終えたんですか？結構すぐにできるんですね。まあ苗からで、枝豆4月ぐらいに植えて、もう7月にこの間ビールと一緒に食べましたし、ビールに枝豆はい、キュウリも続々とできていて、今日も朝可愛いちっちゃいのがもうすぐ大きくなりそうなのができてました。じゃあそういう朝どれベランダのキュウリが食卓に並んだりするんですね。やっぱりなんか新鮮ですねトゲトゲがチクチクがいいんですよね、あのキュウリの。そんなこんな中ですけれども、真綾さん25周年イヤースタートということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。真綾さんは8歳からもう子役として活躍されていて、でシンガーとして25周年イヤー突入、はい、もうその周年のたびにね、なんかどうしてもこう振り返ることになってしまうっていうのは察することができるのでなんですけどでもどうでしょう、この25年間の中でこう転機になるような何か忘れがたい出来事ってありましたか？そうですね、なんか改めてデビューした時のことを思い出すんですけど、8センチシングルだったなっていうことと、うん、なんかそれを自分で自転車で買いに行ったことをこの間思い出したんですよね。近所のいつも自分が CD を買いに行くお店にデビューシングルを買いに行ったことをなんか急に思い出して、なんかもうデビューした時のことっていうのはなんかすっかりちょっとなんていうか遠い昔で薄れ気味だったんですけど、やっぱその瞬間ってやっぱり大きかったなって、あれ当たり前ですけど、いつも自分が好きなアーティストの CD を買いに行くお店に自分の CD 買いに行ったっていうあの出来事は結構すごく、なんか大きな出来事でしたね。これがなんか自分に起きたということをまだ信じられないような、でもなんか一番実感を持ちやすいですよね。そうですね、その普段行ってるCD ショップレコードショップに行ってっていう。そうなんですって、2枚だけ売ってたんですよ。で1枚買ったら1枚になっちゃうので、自分で買おうと思って行ったんですけど、買わずに2枚置いてそのまま誰かが買うまで待ってたいような気持ちでしたけど、そうだったね、25年のそのキャリアとはまた別にね、何かこう続けてきたことってありますか？いや考えてみたんですけど、やっぱ16歳高校生からで
なかなか他にか続いてるものはないですね。好きなことといえば ものを書くのは好きなのは変わらないので、途中途切れた時期もありましたけど、おおむね日記を書き続けているっていうのはありますね。ジャーナルつけてるね、はい、それは今もまあ続いてるかな、うん、時々折に触れてこうちょっと読み返してみたりするとまた、はい、当時の自分の思いとかが分かりますよね。そうですね、うん、怖くてもう見返せないですけどね。そうです何のために書いてるんだろう。いやいやいやで、マーヤさんは今週25周年記念アルバムシングルコレクションプラスあちこちリリースされたばかりなんですが、はい、じゃあまずね、その記念アルバムから1曲皆さんにお送りしたいと思うんですが、どの曲いきます？はい、一応ですね、まあ、最新という形になるんですが、4月に配信だけでリリースした曲があって、はい、すごくあのポジティブ元気になる曲で、私は最近この曲に自分で励まされていたんで、うん、ぜひ聴いてください。はい、坂本真綾でクローバー。 FM 横浜サンセットブリーズ、スタジオには坂本真綾さんをお迎えしています。25周年記念アルバムシングルコレクションプラスあちこちの中からクローバー、坂本真綾さんが作詞をしている楽曲をお届けしました。はい、はい、配信で4月に出ていた最新の楽曲、はい、もう本当にこうストレートに真ん中をこうついてくるような。そうですね、なかなか長くやってるとこの直球っていうのが今更感があってなかなかトライしにくい部分ではあるんですけど、あえてこの時期にこういうまっすぐなのができてよかったなと思ってます。なんかこう元気を注入されて、うん、なんか一日を始めることができる、そんな、ね、楽曲でもあるなと思いました。はい、さて今回のそのシングルコレクションプラスあちこち、これはあのベストアルバムとはまた位置づけが違うんですよね。そうなんですよ、ややこしいんですけど、まあ、今回入ってるのは2013年以降のシングル曲を網羅しつつあちこちに散らばっていた音源を集めたということで、主にこの25年というよりはこの8年間のまとめっていう感じですかね。でディスク1の方には、2013年以降のシングル曲が、はい、あの発表された順番に収められているんですね。はい、そうなんです、はい、その方がなんかこう時間を感じられるかなと思って。で、あのマーヤさんはこうアニメやゲームのそのテーマ曲主題歌もねたくさんあの手がけている担当されているんですけれども、はい、ね、そんな楽曲がいっぱいの、そのディスク1になりますかね。はい、そうですね、特にその、ま、アニメゲームあの思い入れのある何かってありますか？そうですね、やっぱり一曲一曲かなりこう作風が違って、うん、例えばこうロボットに乗って戦うようなシリアスな内容のものからなんか女子高生の部活の話だったり日常ドラマ、うん、もう本当にその作品に寄り添ってテーマ曲を歌ってきたので、もうおかげさまでバリエーションが豊富な、はい、ラインナップになったなという感じがありますね。今バックで流れてる曲は私がシングルの A 面としては初めて自分で作詞作曲した楽曲をリリースしたっていう意味では思い出深いものですね。はい、そしてディスク2、こちらは、まあ、レアトラック集とも呼ぶべき内容なんですよね。はい、ぜひマーヤさんからあの特にっていう感じでご紹介をいただけると、まあ、13曲も入ってますからね。そうですね、特には、まあ、小山田圭吾さん、コーネリアさんと坂本真綾コーネリアスという連名で出したシングルがありまして、はい、まあ、私自身も学生時代から聴いていたアーティストですし、まさかこのような形でご一緒できるなんてっていう夢見心地のまま終わったレコーディングっていう感じでとっても緊張したんですけど、うん、そのこの曲は思い出深いですね。もう本当にあのソングライター陣も、うん、あのそうそうたる顔ぶれで、はい、ね、えそのご一緒するたんびにきっとマーヤさんもこう刺激を受けたり吸収をしたりっていう感じで、はい、あの進んでこられた、ま、あのおよそ8年だったかもしれないんですけど、はい、
ね、結構大貫妙子さんであったり椎名林檎さんであったり、もう本当に豪華。そうなんですね。だからご縁に感謝ですね。本当にあの、もともと面識があった方もそうでない方もいらっしゃるんですけども、ま、出会いを恐れず求めていったこの8年間の勇気を自分で称えたいと思います。で、私個人的にはそのディスク2にクラウド9と、はい、あと、Tell Me What Rain Knowsも収められていて、もうわーいっていう感じなんですよ。この間 あの見ていただいたツアーでもクラウド9って曲歌っていて、はい、非常にあのファンの方の間では人気のある曲なんですけど、はい、私の CD には今まで入ってなくて、ね、そうなんです。随分昔の曲なんですけど、今回改めてここに入れることで私も資料としてあのまとめられた便利になったっていう感じで、だから、はい、マーヤさんがドリームスカムトゥルーの、三日月を、取り上げている、ま、音源、それからユーミンの卒業写真なんかも入ってますしね、はい、そうですね。その、出来上がったこの、シングルコレクションプラスあちこち、マーヤさん自身がこう聞いてみてなんか新たなこう気づきとか発見っていうのはありましたか？そうですね、本当に一曲一曲個性がバラバラで、これを一枚にまとめた時にどう思うのかなっていうのは聞いてみるまで自分でもあの分からなかったんですけど、改めて聞くと本当に自分のそのトライし続けた日々っていうか、あのまあ作品のテーマ曲としてお題をテーマを投げかけられて、それにこう答え続けたっていう歴史が詰まっているので、自分のアルバムのためにはこういう歌詞出てこなかったけど、アニメのテーマ曲とかになることで引き出してもらえたっていう部分がたくさんあるので、自分の力だけでたどり着けなかったものがここに詰まってるっていう感じがしますね。なんか引き出してもらえたり、あるいは上手にこう染めてもらったりっていうことも、うん、すごくあの上手にというかこう柔軟にやってこられた坂本真綾さんだなっていうのをね、なんか感じますね。嬉しいです。あとあのぜひ皆さんにお伝えしておきたいのは、はい、これ初回限定版ですともうスーパー豪華な、うん、あのブルーレイディスクが、はい、ついていて、なんと150分になるんです ね。そうなんです。ミュージックビデオと、あと2017年ですか、はい、厳島神社で のライブが収められてるんですよ、はい、そうなんです。本当に厳島神社の美しい景色をですね楽しんでほしくて、ノーカットで頭から最後まで入ってますので、うん、贅沢、旅に行った気分を味わっていただきたいです。そうですね、はい、あとあの今回このリリースに伴って特設サイトがありますので、シングルコレクションプラスあちこちのサイトであのスペシャルインタビューも、それからセルフライナーノーツも、はい、とミュージックビデオ、豪華なアーティストクリエイターから寄せられているお祝いのコメントなんかも、ね、見ることができます。公開中です、はい、チェックしてください。さあ今後のマーヤさんとしては予定どうですか？はい、あのまあアルバムが出まして、この後音楽活動ではなくて女優としての活動になりますけど、9月の4日初日でミュージカルダディロングレッグズ足長おじさんよりという作品が日比谷のシアタークリエからスタートするんですね。二人芝居のミュージカルで、はい、再演なんですけれども、今はこれをやる予定でおりまして、できることを願っているという感じですね、はい、それからあと25周年を記念してミュージックマガジンの増刊、坂本真綾インミュージックマガジンという一冊丸ごと私を特集していただいた丸々真綾さん、はい、はい、本が出ております。これもぜひご覧いただきたいです。はい、で9月になりますとダウンタウン優しさに包まれたならの7インチ7インチレコードのリリースも決定しているということです、はい、さあもっともっと伺っていたいところではあるんですが、そろそろお時間も来ているので、はい、ぜひぜひもう一曲このシングルコレクションプラスあちこちからお届けしようと思います。
迷いますね。どうします？そうなんです一応今回のアルバムのために新録した曲があってですね、はい、この8年で私がした活動として、他の方に作詞を提供したっていうのも大きなトピックだったので、それをセルフカバーした曲を聴いてください。はい、どんな内容ですか？はい、ねぎっこさんというアイドルさんに作詞したものなんですけど、過去の自分、今の自分が未来の自分に手紙を書くといった内容になっています。はい、ではこの曲を聴きながらお別れということになります。ぜひまたマーヤさん近いうちにこのに書かれたらと思います。はいはい、ぜひご紹介お願いします。はい、坂本マーヤで私へ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。